デイビッド・ゲフィン・ホールはニューヨークシマンハッタン区アッパーウエストサイドのリンカーンセンター内にあるコンサートホールニューヨークフィルハーモニックの本拠地である当ホールの座席数は2738席であるマックス・アブロモビッツンの設計により1962年にフィルハーモニックホールとしてオープンしニューヨークフィルハーモニックはカーネギーホールからここに拠点を移した 1973年にオーケストラに10億5000万ドルの寄付を行ったエイブリー・フィッシャーの名を冠してエイブリー・フィッシャーホールと改称された。2015年にはホールの改修に1億ドルの資金提供を約束した特殊化デイビッド・ゲフィンの名を冠してデイビッド・ゲフィンホールと改称された。ホール内観南側から見たホールの夜景音響設計はブロッツ。 ベルネクニューマンが設置され、合わせてステージ両脇にも反響版が設置された。2005年にはノーマン・フォスターの設計に基づき、再度音響改修が行われた。ありがとうございます。